はい、今回はですね、冬季開園初めての紹介ということで、レッサーパンダの方がですね、夏季開園の最後の方に、外に出る練習ということが始めておりましたので、この冬季開園からはまずレッサーパンダが外に出てるということで、ちょっと紹介をねしていきたいと思います。今年のですね、6月の26日8日です。ごめんなさい。6月28日でしたね。にですね、レッサーパンダのユーユーというね、お母さんなんですけども、双子の、赤ちゃんを、出産したということで、6月28日からですね、大体なんですけども4ヶ月間ぐらい、寝室といわれる部屋が施設の裏にあるんですけども、そこでずっと4ヶ月ぐらいずっと子育てをしていて、外にね、出ずにずっと中の方で大事に大事に育てて、双子の子供たちがですね、無事に育っているという状況でした。で、10月の下旬ぐらいからですね、外に出る練習を、始めてきたわけなんですけども、この冬季開園からは、本格的に外に、デビューということになりました。双子ですのでね、旭山動物園で本当にすごく久々に双子の、レッサーパンダの赤ちゃんが、いると、子供ですけどもいるという状況になりました。オスとメスということで1頭ずつなんですけども、オスがレイレイ、雷って書いてレイレイで、メスの方がユンユン、雲ということで間違いないと思います。こちらに看板がありますので、ちょっとねこちらの方もご覧になっていただければと思うんですけれども、こういう字を書きますということになります。見分けは結構ね簡単なんですけども、ちょっと色が薄いですね。ちょっと白っぽい顔をしているのがユンユン、メスですね。でそれより、ちょっと濃いのがレイレイというオスということになります。でまだこの時期も本当にね、子供ですので、レッサーパンダの大人がこれぐらいだと思ったら、子供はギュッと縮めたぐらいのこうずんぐりむっくりした体型ですので、すぐ分かるかと思います。この雪はですね、もちろん初めてですので、非常にこれからですね、雪が降り積もったらね、いろんな遊びをしてね、雪の上を走ったり転がったりと、楽しい行動を見せてくれるのかなというふうに思いますので、ぜひちょっとですね、こちらの方立ち寄っていただければというふうに思います。これからどんどん成長していきますので、その部分も見守っていただきたいというふうに思います。この11月今ですね、ちょうど17日ということで、この時期にこんなに雪がある動物園は本当に初めてでありまして、僕自身は生まれも育ちもずっと旭川なんですけども、ここの時期にこんだけ雪あるのがちょっと恐ろしいぐらい、初めてなんでね、こんなに雪があるのちょっとびっくりします。そんな中でもやっぱりね、冬の寒さがね、やっぱりこれから本番になってくると思います。このレッサーパンダも一つになっていきますので、皆さんちょっと寒いかもしれないんですけども、その中で生き生きとしている、動物たちもね、暖かい格好をしながら、見ていただきたいと思います。で今日はもう一つですね、6月に同じ6月に、生まれているトナカイの様子ですね、どれだけ大きくなったかなっていうことも、ちょっと比較して、いきたいなと思いますので、これからちょっとトナカイの方に、行きたいと思います。ではですね、トナカイはワピチちゃんに今来たわけなんですけども、トナカイの子供がですね、うちの動物園でもすごく久々に、今年生まれまして、その子供が6月にね生まれてますけども、今ちょうどそこにいますね。ここにいるのが今年生まれた子供ということで、大きくもなってますし、あとね、生まれた年に角が生えるんだという、我々トナカイ、ちょっと僕自身もね、トナカイの子供はちょっと初めて見たので、あれなんですけど、こういう風になるんだなということもね、ちょっと知ることができたのでね、ちょっといろいろ成長を見守っている時にいろんな発見もできたなというのが、今年にですね、トナカイとなればこれからが本当に本番な時期になってきますし、今あれ他にもオスもメスもいるんですけどもね、鹿の仲間では唯一オスメス両方角があるということで、角の、大きさもちょっと違ったりとかね、しますので、オスメス見分けていただきたいと。で子供はちょっとね、ちっちゃい角が生えているということになってきます。このトナカイの毛の色もですね、夏とは全然違う毛の色になってますし、もちろん長いですし、そんなところもね比較してね、この冬の中の動物園の楽しみの一つになるかなと
思います。そして、まあ、トナカイといえばこの歩くときにカチカチ音がねすごくなんか夏より僕の感覚なんですけど夏よりもすごくなんかね音が響く感じがしますんで、うん、本当にそういったところからもねやっぱ冬が本場な動物なのかなっていうのもちょっと感じることができます。まあここトナカイ来ていただくとですね、まあ、もちろんトナカイ見ていただくのもそうなんですけどもちょっとね目をつぶって耳を澄ましてもらえればトナカイの足音がすごい聞こえてくるというのもありますのでそんなところもね注目していただくのとあと子どもの成長もねぜひ注目していただきたいというふうに思います。